はい、こんにちは、翔です。で、今回はテクニカル分析の中でも非常に使用頻度の高いボリンジャーバンド、その基本的な使い方と応用、実践的なテクニック、僕が実際にやっているものを皆様にシェアさせていただきたいのと、あとはデイトレでの僕の勝ちパターン、それをですね、皆様にシェアさせていただきたいなというふうに思っております。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP 獲得します。で、このチャンネルは今年の8月に立ち上げたばかりなんですけれども、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、米国株の情報、そういったものを皆様にシェアしていきたいと思っておりますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速話の方を進めていくんですけれども、ボリンジャーバンドって何なのかっていう話をする前に、まず知っておいていただきたいのが、テクニカル分析っていうのは2パターンに分かれてるんですよ。まず最初に割高割安を判断するボリンジャーバンドであったり RSI、ストキャスティックス、さらにトレンドの方向性、それを判断するための指標として MACD であったりパラボリック一目均衡表っていうものがあるんですけれども、ボリンジャーバンドっていうのはここにあるように、現在の株価が割高か割安か、それを視覚的に判断するテクニカル指標になるんですよ。で、このテクニカルはアメリカの投資家のジョン・ボリンジャーさん、その方が開発したものなんですけれども、じゃあ実際にこのボリンジャーバンドがどういった指標なのかっていうのは、こちらのチャートを見ていただきたいんですけれども、今回はソフトバンクグループの冷やし、これを例にしてちょっと解説していこうと思うんですけれども、これを見ていただいたら分かる通り、現在の株価が割高か割安かっていうのを範囲を設定することで視覚的に判断することが可能になるんですよ。で、ボリンジャーバンドの単位っていうのはシグマで表されまして、この赤の中央線が基準線なんですけれども、この上の黄色の線がプラス1シグマ、下の黄色の線がマイナス1シグマ、緑の上の線が、これがプラス2シグマで、下の方の緑の線がマイナス2シグマっていう形で表記されるんですよ。で、このボリンジャーバンド、プラマイ1シグマの範囲内に収まる確率っていうのが 68.3% で、プラマイ2シグマの範囲内に収まる確率っていうのが 95.4% という形になりますので、非常に高い確率でこのプラマイ2シグマの範囲内に収まって株価っていうのは上下を繰り返すっていう風に判断することができるんですけれども、で、ボリンジャーバンドの計算式はこういった形になってまして、プラマイ1シグマイコール NB の移動平均プラマイ NB の標準偏差、プラマイ2シグマイコール NB の移動平均プラマイ NB の標準偏差 ×2 っていう形で計算されるんですけれども、この標準偏差っていうのは、要はですね、ボラですね、変動率のことを表すんですよ。で、この N っていうのが期間を表すんですけれども、基本的なパラメータ設定としては、株の場合はこの期間を25日に設定することが多くて、逆にですね、FX、為替を見るときは、この期間をですね、20日に設定するケースが多いんですよ。で、なんで株は25日で FX は20日にするのかっていうと、為替の場合は変動率が結構激しいので、より早くその変化を捉えるために期間をですね、20日っていう風に短く設定して、株の場合は早すぎてしまうと、うまくですね、その変動っていうのを捉えることができないから25日に設定されるケースが多いんですけれども、僕はこの期間を20日に設定して、より早くですね、その変動を捉えられるようにしてテクニカル分析をしているケースが多いです。まあ場合によってちょっと動かしたりはするんですけれども、もちろん。じゃあ実際にボリンジャーバンド、実践でどういった風に使っていけばいいのかっていうのを今から解説していこうと思うんですけれども、その前にまずやってほしいのが、いらないライン、これを消去してほしいんですよ。さっき言った通り、プラマイ1シグマのライン、この黄色のラインの範囲内に株価が収まる確率っていうのは 68.3% しかありませんので、確率的には非常に低いんですよね。なので基本このラインに関しては使わないので、消してもらって構わないです。使うのはプラマイ2シグマ以上になりますから。で、基本的にはですね、このマイナス2シグマのラインに冷やしがタッチしたら買いを検討して、逆にプラス2シグマ、上の緑のラインに冷やしがタッチしたら売却を検討するっていうのが基本的な使い方なんですけれども、これはあくまでも理論上の考えになりますので、必ずしもそういう風な値動きを取るっていうだけじゃないんですよね。例えばここを見てほしいんですけれども、日足がですね、マイナス2シグマの下の緑のラインに達した段階で反転上昇に転じてはいるんですけれども、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインで一旦頭を抑えられてると思うんですよ。じゃあなんでこのラインで頭を抑えられてるのかっていうと、ボリンジャーバンドには値動きのレンジ、パターンがありまして、例えばこちら見てほしいんですけれども、ここではマイナス2シグマと真ん中の中央線、赤のラインの範囲内を行ったり来たりしているような相場環境続いていると思うんですよね。で、この中央線とマイナス2シグマの範囲内を行ったり来たりしている時っていうのは、基本的に弱い相場を形成してまして、逆にここにあるように、
中央線とプラス1シグマの範囲内で株価が行ったり来たりしている時っていうのは比較的に強い相場を形成しているっていう風に判断することができるんですよね。なのでボリンジャーバンドのこの赤のライン、基準線を上回ってるか下回ってるかによってトレンドの状況っていうのは全く異なりますので、この赤のラインを抜けるためには相当なエネルギーが必要になるんですよ。なので日足がマイナス2シグマのところにタッチしたからといって一気にプラス2シグマのところに到達するんじゃなくて、一旦ですねこの中央線赤のラインで揉み込むような値動きをする可能性っていうのは結構ありますので、そこに関しては皆さんですねしっかり覚えておいてほしいんですよ。なのでここでは日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマのラインに達した段階で上昇して、赤のトレンドが切り替わるラインに達した段階で一旦売られて、そこからですね上昇してプラス2シグマのところに到達してるっていうようなチャートパターンを取ってると思うんですよ。じゃあこの時に中央線に達した段階で上に行くのか下に行くのか、それを判断するためにはどうすればいいのかっていうと、ここでですね最初に話したことを思い出してほしいんですけれども、ボリンジャーバンドっていうのは基本的に割高割安を判断するためのテクニカルになりますので、こういった風に株価がボックス圏で動いているもの、決まった範囲内で値動きをしている時には同じパターンのテクニカル分析を併用して使ってあげたらその角度が上がるんですよ。なのでさっき言った RSI とストキャスティックス、これを併用してあげることでボリンジャーバンドの中央線を上回るか下回るかっていうのを判断することができるんですよね。でこちらのチャートを見てほしいんですけれども、でこの RSI とストキャスティックスの使い方があまりよくわからないっていう方は関連動画のリンク、それぞれのテクニカル分析の使い方の解説動画を概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方を後ほど見ていただければと思うんですけれども、でこのチャートを見ていただくと RSI に関しては売られすぎのラインにタッチしてますし、さらにストキャスティックスを見てもらうと売られすぎのラインに達してると思うんですよ。さらにボリンジャーバンドも売られすぎのラインにタッチしてますから、総合的に見てこの3つのテクニカル全てが売られすぎを示しているので、ここから反転上昇する可能性が非常に高かったんですよね。なのでこういったチャートパターンを形成した時っていうのは中央線を越えて上のレンジですね、中央線とプラス2シグマの範囲内に値動きが移る可能性が高まりますので、そこはですねポイントとしてしっかりと押さえておいてほしいんですよ。ただこれに関してはさっき言った通り株価がボックス圏、決まった範囲内で値動きしている時に使うテクニカルパターンになりますので、そこはですねしっかりと押さえておいてほしいんですよ。それとはまた違うチャートパターンもこのボリンジャーバンドには存在しますので、それについてはこれから解説していこうと思うんですけれども、じゃあ実際にもう一つのチャートパターンがどういったものなのかっていうと、こちら見てほしいんですよ。でこのチャートを見てもらうと、この時点ではバンド幅、ボリンジャーバンドのプラス2シグマのラインとマイナス2シグマの間隔ですね、この幅が狭いと思うんですけれども、それがこの時点で急拡大して日足がですねボリンジャーバンドのプラス2シグマ、このラインに沿うような形で上昇を続けていると思うんですけれども、こういった風に日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマのライン、このラインに沿って上昇を続けることをバンドウォークって言いまして、非常に強いトレンドサインになりまして、ここでは株価が急上昇していると思うんですけれども、じゃあなんでこういったチャートパターンを形成するのかっていうと、バンド幅が狭い時っていうのは上に行くか下に行くか現状試している段階でして、エネルギーがですねずーっと溜まってる状態だと思ってほしいんですよ。そのエネルギーが溜まりに溜まってバンド幅が拡大したのと同時に上か下に極端に値動きをするんですよ。それがトリガーになってバンドウォークっていう強いトレンドサインを形成するんですけれども、なのでバンド幅が狭い段階から急拡大する局面っていうのは最高のエントリータイミングになる可能性が高いので、こういったチャートパターンを形成した時っていうのは皆さんですね注目しておいていただきたいんですよ。たださっき言った通りバンドウォークっていうのはここにあるように上昇トレンドを形成する場合もあるんですけれども、逆に下落トレンドを形成する場合もあるんですよね。例えば今年の3月コロナショックによって株価が暴落したと思うんですけれども、この時は逆にマイナス2シグマのラインに沿うような形で日足は急落してってるんですよ。で基本バンドウォークが形成された時っていうのはさっき言った通り強いトレンドのサインになりますので、テクニカル分析っていうのが聞きづらくなるんですよ。なのでさっき使ってた割高割安を判断する RSI とかストキャスティックスっていうテクニカルはあまりですね効力が発揮されないんですけれども、ただこのバンドウォークを事前にある程度予測することももちろん可能なんですよ。じゃあ実際にどうすればいいのかっていうと、ここで使ってほしいのが一番最初で言ったトレンドの方向性を判断するための指標 MACD とパラボリック、これを併用してほしいんですよ。でこのパラボリックと MACD の具体的な使い方、関連動画のリンク、これはですねさっきと同様概要欄の方に貼っておりますので、後ほどそれをですね、わからない方は見ておいてほしいんですけれども、例えばこの局面では下の MACD を見てもらうと、バンド幅が拡大するのと同時に MACD がゴールデンクロスを形成していると思うんですよ。で、青のラインがオレンジのラインを下から上に抜けて上昇トレンドを形成しているんですけれども、さらにパラボリックを見てもらうと、この段階で日足と交わって下の方にドットチャートが形成されて上昇トレンドを形成していると思うんですよね。で、このパラボリックと MACD が上昇トレンドを形成した段階でバンド幅が急拡大してますので、
こういったチャートパターンを形成した時っていうのはバンドウォークを形成する可能性が高くなるんですよ。ちなみにさっきの急落した局面ではMACD では青のラインがオレンジのラインを上から下に抜けてデッドクロスを形成して下落局面入り、かつパラボリックに関しても MACD がデッドクロスを組んだタイミングで日足とドットチャートが交わって、日足の上の方にパラボリックが点灯して下落トレンドを取ってると思うんですよ。でこの2つのテクニカルが下落トレンドを取った段階でバンド幅が拡大してから下落トレンド、バンドウォークを形成してると思うんですよ。なのでボリンジャーバンドのバンドウォーク、これをある程度予測するためにはこの MACD とパラボリック、これを併用してあげることである程度角度を高めることができますので、さっきの RSI とストキャスティックスの場合と分けてですね、しっかりと使い分けていただきたいなというふうに思っておりますので、ここに関してもしっかりと覚えていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ次にですね、僕が一番最初に話してたデイトレでのボリンジャーバンドの実践的な使い方、僕の勝ちパターンを皆さんにレクチャーさせていただきたいと思うんですけれども、このやり方自体はしょっちゅうチャンスがあるわけではないんですけれども、チャンスさえあれば勝率が非常に高いので、しっかりとですね、ここから話す内容は最後まで聞いておいてほしいんですよ。でもしこれから話す内容すごい良かった、参考になった、知らなかったと思っていただけましたら、よろしかったらチャンネル登録していただければすごい嬉しいんですけれども、じゃあ実際にどうすればいいのかっていうと、まず最初に知っておいていただきたいのが、今まではボリンジャーバンドのプラマイ1シグマ、プラマイ2シグマまでの説明しかしてこなかったと思うんですけれども、実際にはパラメータを動かせばプラマイ2シグマ以上も表示することができるんですよね。でここでまず皆さんにしてほしいのが、ボリンジャーバンドのプラマイ3シグマのライン、これを新たに設定してほしいんですよ。でさっき言った通り、ボリンジャーバンドのプラマイ2シグマの範囲内に収まる確率っていうのは 95.4% なんですけれども、このボリンジャーバンドプラマイ3シグマの範囲内に収まる確率っていうのは 99.7%、 ほぼ 100% に近いんですよね。なので日足がプラマイ2シグマのラインを超えて値動きしているような状態があるならば、このプラマイ3シグマのラインを新たに設定してほしいんですけれども、今回のやり方ではこのプラマイ3シグマの特性、99.7% の確率でその範囲内に収まるっていうところを使ってきます。で見ていただきたいのがこちらのチャートになるんですけれども、ここの値動きを見るとソフトバンクグループの株価っていうのは急落してプラマイ3シグマのラインをさらに下回って推移してると思うんですよ。でそこから買い戻されてマイナス3シグマのラインまで結局は戻ってるんですけれども、狙っていただきたいのはこういう局面なんですよ。要は株価が急落してマイナス3シグマのライン大きく下回ったんですけれども、さっきのボリンジャーバンドの特性、プラマイ3シグマのラインに収まる確率っていうのは 99.7% と非常に高いんですから、日中ですね、もし急落してマイナス3シグマのラインを大きく下回ったとしても、そこからマイナス3シグマのところまで戻ってくる確率っていうのは非常に高いんですよ。ここだったら3940円からだいたい4090円ぐらいまで戻してますから、日中150円抜けてる計算になるんですけれども、で他のところを見てもこの段階でも日中ですねマイナス3シグマのライン、ここを大きく下回ったんですけれども、結局ですね、大きく買い戻しに転じてると思うんですよね。なのでこういった局面を狙っていただくと、日中ですね、かなりの確率でリターンを取っていただくことができますので、そこはですね、チャンスと捉えていただけたらなというふうに思うんですよ。逆にプラス3シグマのラインを大きく上回っていたら、空売りっていうのも検討してもらってももちろん構わないんですけれども、ただここで注意してもらいたいのは、株価がこれだけ急落するっていうのは、何かしらのやっぱし材料が出てないと無理なんですよね。まあ、全体的な相場が崩れてるか、個別銘柄ごとに悪材料が出てるかどうか、まあ、どっちかだとは思うんですけれども、今回のケースに関しては、ここを底値に反転上昇に転じてるとは思うんですけれども、もし仮にこれが今年の3月みたいなコロナショックであったりとか、2019年の米中貿易戦争みたいな悪材料が手がかりとなって下落してるならば、そこからさらに下落してくる可能性、それも考えなければいけないので、そこに関しては皆さん全体の方向性であったりとか、今さっき言ったテクニカル分析ですよね、 RSI とかストキャスティックス、 MACD、パラボリック、そういったものと併用して総合的に判断してデイトレで一旦売り抜けるのか、もしくはもうちょっと長く持ってリターンを狙っていくのかっていうのを判断していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回ですボリンジャーバンドの基本的な使い方から応用、実践的なテクニック、皆様に解説させていただきました。またこれからも皆様のお役に立つような動画どんどん投稿していきたいなというふうに思っておりますので、よろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。